皆さんこんにちは、ダイスです。今回はスーパーマリオメッカ2やっていきましょう。最初のコースはレウスさんのコースです。タイムアタックギミックコース、クレイジーキャットニットラッシュ、キャットニット、キャットニップ、キャリープ、クレイジーキャリープ。おお、いっぱいある。あれ、あ、なんかさ、ピッてやらないと間に合わない的な。あ、やっぱり怖い。お、中間。あれ、うわー何かがいた。ないんだ、全然見てなかったです。結構時間ない。え、ここでいいのかな、ちょっとわかんないんだけど。あ、オンオフが、オンオフを間違えている。上に向かっていかないといけないのにオフになっている感じがするんだけど、これちゃんと登れてる、ちょっと登れてるね。よし、もう間に合わないんじゃない言っても間に合わなさそうな気がするんだけど、早く登りたいの私。登れない。えいえい、あれ、ここ、ちょちょ、無理、待って待って、猫じゃない、えい、あ、中間、猫欲しい、猫来た。待って、これあのね、こんなに早いと思わなかったよね。マジか、いけない。あの中間地点ここからスタートでいいかな、間に合わないんだけど。あと5秒だもん。無理やつあれ、こんなに時間かかってた今。全然だったんですけど、こんなに時間かかってないと思ってましたね。やらかしてる。よいしょ、こういって、多分ここに、あ、間違えてる、ここに、あれ、赤じゃないとダメ、赤でいいか。また、だって100しかないとか、そんな遅い、ね、ひどいよ。えい、あ、だって上上がんなきゃいけないのに、こうだ、ひどい、みゃおみゃお、やってんの、時間ないんだってば。ねえねえ、上がれない。ハチさんに手伝ってもらわないと上がれない。よし、あと60、1分1分。なんだけど、ここでめっちゃ面白いですけど、面白いですけど、私下手だったクリア。はい、カラオケに行きたくなったので探してみました。ユキさんのコースで6少年と一夜物語、ボカロ P ケムさんのイヤちゃんがね、オリジナル歌ってるコースですね。最初どっからだろう、すごい、頭だ。やばい、前奏がある。あ、すごい、
うわ、ここがあるんだ。次どこだろう。頭かな、サビかな。知らない僕は何も知らないし、叱られた後の優しさも、雨上がりの手のぬくもりも、手のほと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 寒いんだ。あれ、二重いける？じゃあサビ2だ、きっと。知らない知らない僕は何も知らない、夢の一つも見れないくせに、誰も知らないおとぎ話を、夕焼けの中につい込まれて消えてた。はぁ、ゴールした。吐き出すような暴力とがね、2番目ね。あの、頭のね、頭 A メロの名もない時代の集落の名もない幼い少年の、ここもね、好きなんだよね。ちょっと高かったですね。私この歌高すぎて下げるんですけど。知らない知らない僕は何も知らない、叱られた後の優しさも、雨上がりの手のぬくもりも、くらいまでいつもあのキー落としちゃうんで、ね、ちょっと高かったですけど、やっぱいい歌ですね。ありがとうございます。お借りしました。続いてのコースはリア96さんのコースです。はい、考えましょう。この写真の違い、いきましょう。3つの写真のコースみたいなやつの中で何か違うところがあります。違うところを選ぶ感じだよね、これ。さあ行きましょう。何が違うのかを見る。クリボー、まあ、こんな感じでちょっとね、違うところに入っていって探すコースなんですけど、私ね、これね、視聴者の方にね、ちょっと前に同じ感じのコース行ったんですけど、そこで教えてもらって分かりました。本当に違うところが1箇所だけあるんですよ。さあ、ここもどこが違うのか見つけましょう。分かんない、全部違う、星が全部違う。後ろ側でキラキラしてる星が全部違う、そうじゃない。あ、分かった。これ3つの一番下のなんだっけ、四角いとこ違う。よっしゃー、さあどれだ。謎解き見つけられないですよね、難しいんだよな。何が違うかな、探して探して。消えた。え、あ、ここ違う。あれ、死んだ。合ってたね、合ってたね。今ね、なんかね、なんだっけ、お化けが動いた。左下のお化けが動いた。さあ、ここは、あ、釘があるね、真ん中に。ほら、パックンのとこ、下のところに釘がある。じゃあ、2番目。よっしゃー。え、順調じゃないですか、今回。そして、ここ。わかんないどこだろう、何が違う。え、一緒じゃない、一緒じゃない、違うとこあります。え、何が違う。あ、落ちた。これが落ちるのが違うんだ。ただ動いたらわかるじゃん。よっしゃー、中間見つけた。さあ、ここはどれでしょう。花一緒だよね。何が違うんだ。あ、全然わかんないから、ちょっと覚えてみよっか。なんか違う、何かがある。え、一緒じゃないですか、違うかな。一緒だよね、そんなことない。どこが違う。え、わかんない、一緒じゃない。一緒にしか見えんのだけど、わかんない。ここ、どこ、
でいいですか？勘で。もう本当に勘。ダメかな？違ったら戻ればいいよね、真ん中。あ、違った。全然違った。どこだったんだろう？え、どこどこ？え、何が違う？今のとこ。同じですよね。ん？なんか目がおかしくなったのかな？一緒にしか見えない。何が違うんだ？全然わかんない。キノコ一緒ですよね。あ、全然わかんないから端っこ入ります。当たったらしい。どれが違うの？あ、分かった方ぜひ教えてください。全然わかんない違いが。なんだなんだ。そしてこれである。どこが違うか。どこが違う。真ん中50コインになってる。これだ。ゴール。なんか答えの中にゴールがあるって楽しい。クリア。はい、ということで今回はスーパーマリオメーカー2遊んでみました。あ、カラオケ行きたくなりました。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた。 See you。